願いします。お願いします。はい、両方で入っていきましょう。はい、横面で下投げいきたい、はい、当てに入れに行く、はい、相手崩して前へ、はい、行ったのがない、倒れるのが早い、危ない、こっちが投げたら受け身取れ、はい、だ自分から受け身取ってた、ほら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 、もうほらそこで沈んだろ、投げたら危ないから、うん、当てに必ず入れていきましょう。必ずこのさばきを作ること、ここまでいけば前だろうが後ろだろうがどっちでも入れるから。はい、横面で正投げ、相手が打ってくるこの手と逆の手があるから、こちらで当て身入れに行く。相手は当然余計にと、この状態で体重が崩れる。こっからスーッと持ってやるとこういう形になる。それがみんなどうしてもこうやってこっからこのまま持ってくるんですと、相手しっかりしちゃってるから、ここでこうやって引っ張ったってことは相手崩れるわけがない。だから最初のさばきが大事。でも腰まで行っちゃうような回転つけて、相手の腰の崩れがあるような形を持っててから入ってやれば、はい、次、はい、失礼します。はい、繰り返しです。これも一緒ね、はい、こう崩せばいい。両手で、はい、当てに入れていくのも大事だけど、そのままスパーンと落とせばいい。この状態から取って、で審査が近いんだけど手出すよ。はい。お手返しでやった後は表に返して2挙で決めてください。審査の時はね。はい、じゃあ横面でお手返しです。とにかく動きとしてはこうなったらこうなる。相手が空振りしてくれればこれがベスト。一番いいのよ、こういうとこいなくなってやれば、ここに手がある、あれ取ってここで返す。で表だったら、表だったらそのまま入る。ここで取って回転するのが裏なんだけど、ここで取ったらもう一つ相手の前に一応落とすだけ、この違いだけ。だから同じように回ってくるだけ。はい、こっけ裏、これは地方投げのさばきと同じ。